秋の褒章の受章者が発表され、県内からは17人が選ばれました。褒章は仕事や学問、芸術など様々な活動を通じて社会に貢献した人に授与され、県内からは17人が選ばれました。このうち農業や商業などの分野で仕事に励み、他の模範となった人に贈られる黄綬褒章は、仙台国際ホテルで中国料理の調理部長を務める泉区の羽田満さんら4人が受賞しました。蔵王町出身の羽田さんは、高校卒業後に料理人となり、東京などで修行を積んだ後、1989年に仙台国際ホテルに開業メンバーとして入社。30年以上にわたり腕を振るい、2014年から中国料理の調理部長を務めています。野菜や穀物を使って肉や魚の食感、味、見た目までも忠実に再現する精進もどき料理の第一人者で、椎茸を揚げてうなぎのかば焼きのように仕上げた料理などを開発しました。野菜しか食べられないとか、そういう方々が結構今の時代っていらっしゃるじゃないですか。それでこの勉強し始めて、こんな名誉ある賞をいただきました。本当に感謝しております。国家試験である調理技術技能評価試験の地方試験委員を10年以上務め、後進の育成にも尽力し、多くの料理長を全国へ輩出しました。今まで私の先輩に習ってきた精進もどき料理とか、上海系の基本っていうんですかね、そういうのをしっかりと調理場で伝承していきたいなと思ってますね。また公共の事務に尽力した人などに贈られる蘭綬褒章は、栗原市の元農林業センサス調査員斉藤実さんら13人が選ばれました。受賞された皆さん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。なお、各省庁で行われる伝達式の開催については、新型コロナウイルスの影響で昨年に引き続き中止となる見込みです。